ナンバーアンダーラインアイ初単独ライブ、トベライブアットアリアケアリーナ2024プライムビデオ独占配信開始。伝説のライブが今、蘇る。2024年8月16日、ついに待望のライブ、トベライブアットアリアケアリーナ2024がプライムビデオにて独占配信されました。このライブはナンバーアンダーラインアイの初の単独ライブであり、その前評判は非常に高かった。特に、 事前に公開された冒頭映像はファンの間で大きな話題となり、期待感を一層高めるものでした。ライブの冒頭だけで、すでに、伝説級のライブという賞賛が飛び交っており、そのワールドクラスのパフォーマンスには多くの人々が心を奪われました。実際に、ライブのオープニングが公開されるや否や、SNS 上では、かっこよすぎて鳥肌が立った一瞬にしてやばいと思ったといったコメントがあふれ、 期待が一気に膨らみました。ファンのコメントには、一瞬にして心をつかまれた、冒頭だけで鳥肌が立つ、といった感想があふれていたが、それは単に彼らの技術や演出が癒されているだけではない。ここには、ナンバーアンダーライン愛がこれまで培ってきたストーリーと、そのストーリーをファンが共有していることが大きく関与している。ライブの冒頭部分が無料で公開されたことは、ファンにとってのプレゼントであると同時に、 ここの瞬間をを共有するるとで生まれる一体感を象徴しているノー・オー・リングというタイトルにはどのような意味が込められているのだろうか。多くの人がノー・オーという表現に興味を持ち、その意味を探る。しかし、このライブを見るにつれ、ノー・オーが意味するものは、単なる数字や記号以上のものであることに気づく。それは、彼らがこれから作り出す無限の可能性を象徴しているのかもしれない。 リングという言葉が示す縁の形には、始まりも終わりもない連続性がある。この連続性は、ナンバーアンダーライン愛が今後も進化し続けることを予感させる。ファンの間では、このライブの冒頭部分が公開された直後から、様々な憶測が飛び交った。彼らはどこから登場するのか、次にどんなサプライズが待っているのか、といった質問が次々に投げかけられ、その期待感は日に日に高まっていった。 こうした期待が高まる背景には、ナンバーアンダーライン愛が過去に見せてきた驚きと感動の連続がある。彼らは常に観客の予想を裏切り、驚かせ、そしてその期待を上回るパフォーマンスを提供してきた。今回のライブでも、彼らはその伝統を引き継ぎ、さらにそれを超えるものを見せてくれるのではないかという期待が膨らんでいる。このライブに至るまでの道のりは、決して平坦なものではなかった。 ナンバーアンダーライン愛は、音楽業界での激しい競争の中で、自分たちの独自性を確立し、ファンとの強い絆を築いてきた。その過程で彼らが直面した困難や挑戦は、彼ら自身の成長と進化を促し、今の成功を支える土台となっている。彼らの音楽は、ただのエンターテイメントではなく、多くの人々にとっての生きる力や希望となっている。ライブの配信日が近づくにつれ、 ファンたちはその日を待ちわびる気持ちを抑えきれなくなっていた。彼らにとって、このライブは単なる映像ではなく、自分たちの感情や思い出が詰まった特別な瞬間となることが約束されている。そのため、ライブが配信される前のわずかな時間でも、ファンたちは SNS 上でその期待や興奮を共有し合い、お互いにその瞬間を楽しみにしていた。こうしたファンとの強い絆は、 ナンバーアンダーライン愛がこれまで積み重ねてきた信頼と共感の結果である。彼らは音楽を通じて、ファンとの間に深いつながりを築き上げ、そのつながりが彼らの活動を支え、さらに進化させる原動力となっている。ライブの成功は、彼らの努力とファンの応援が一体となって初めて成し遂げられるものであり、その結果が今回のライブにも如実に現れている。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、 単なる音の連なりではなく、その背後にあるメッセージやストーリーがファンの心に深く響いている。彼らが伝えたいメッセージは、時には言葉ではなく音楽そのもので表現され、その中には彼らが感じた喜びや悲しみ、そして希望が込められている。それがファンにとって共感を呼び、彼らの音楽を聴くことで自分自身の感情や経験と重ね合わせることができるのだ。ライブの冒頭部分を見ただけでも、 多くのファンがその感動を口にしているが、これはナンバーアンダーライン愛がこれまでに築いてきた信頼の結果である。彼らが常にファンを第一に考え、彼らの期待に依頼続けてきたからこそ、こうした強い絆が生まれた。そして、その絆が今回のライブでも再び証明されることになるだろう。ライブの成功は、彼らの音楽だけでなく、その背後にある努力や情熱、そしてファンとの強い絆によって支えられている。 このライブを通じて、ナンバーアンダーライン愛は再びその実力と魅力を世界に示すことになる。そして、このライブが彼らにとって新たなスタートとなり、これからの活動においてもさらに大きな飛躍を遂げることを予感させる。このライブが持つ意味は、ただのエンターテイメントを超えたものであり、彼ら自身の成長と進化、そしてファンとの絆を再確認する場となっている。ライブの冒頭部分が公開されたことで、 ファンの期待は一層高まり、その期待に応えるべく、ナンバーアンダーライン愛はこれからも進化し続けるだろう。明日の配信が待ちきれないという声が溢れている中で、このライブがどのような感動をもたらすのか、そしてその感動がどのように共有され、広がっていくのかが注目される。ファンとの強い絆があるからこそ、このライブは成功し、その成功が彼らの次なるステージへと繋がっていくのだ。ファンはこのライブを通じて、 彼らがこれまでに成し遂げてきた成果と、これからの可能性を目の当たりにすることになるだろう。そして、その可能性が無限であることを、このライブが証明する瞬間を共有できることが、ファンにとって最大の喜びとなるはずだ。ナンバーアンダーライン愛がこれからどのように進化し、その音楽がどのように世界を変えていくのか。その答えは、このライブの中に隠されているのかもしれない。しかし、 ここで注目すべきは、このライブが単なるエンターテイメントの枠を超えて、ファンとの新たな絆を形成する場となっていたことです。ライブ自体の魅力はもちろんですが、その背景には、ファンとアーティストがどのように互いに影響し合い、成長していくのかという重要なテーマが隠されています。特に、ナンバーアンダーライン愛のメンバーがどのようにしてこの瞬間に至ったのか、その道のりを振り返ることが、 このののライブの真の価値を理解すする鍵となりますナンバーアンダーライン愛はそのスタートから常に挑戦を続けてきました。初の単独ライブを成功させるために彼らはどのような努力を重ねてきたのか、そしてその結果として得られたものは何だったのか。これは単に舞台の上でのパフォーマンスにとどまらず彼らがどれだけファンとの絆を大切にしているかを物語るものでした。 ライブの冒頭映像が公開された際に、多くのファンが、行けなかったことが悔しいでも、配信で見られることが幸せといった感想を述べていたのも、彼らがナンバーアンダーライン愛とのつながりを強く感じていた証拠です。ライブという形で表現されるエンターテインメントは、ただ観客を楽しませるだけではありません。それは、アーティストが自身の思いをどのように伝え、そして観客がそれをどのように受け取るかという、 双方向ののコミュニケーションの場でもあります特に今回のライブは、コロナ禍を経て再び人々が集まることの意義を再確認する場ともなっていました。多くの人々が集まるアリーナで、ファンの声援を受けながらパフォーマンスを行うことができる喜び。それは、アーティストにとっても、ファンにとっても特別な瞬間であり、再びその場を共有できることのありがたさが強く感じられました。また、 今回のライブはプライムビデオを通じて全世界に配信されることで、現地に行けなかったファンにもその熱気を届けることができました。特に、事前に公開された冒頭部分だけでも、世界中のファンから、これだけでも十分すごいフルで見るのが楽しみといった反応が寄せられていたことからも、そのクオリティの高さが伺えます。しかし、それ以上に重要なのは、このライブがナンバーアンダーライン愛にとってどのような意味を持っていたのか、 そしてファンにとってもどのような影響を与えたのかという点です。ナンバーアンダーライン愛は初の単独ライブという大きな節目を迎えるにあたり、これまで以上にファンとの絆を深めることを意識していました。特にメンバー自身がこのライブはファンの皆さんと一緒に作り上げたものという発言をしているように、彼らはファンの存在を非常に重要視していたのです。このライブは、 単にナンバーアンダーラインイの成長を示すものではなく、彼らがファンと共に歩んできた道のりの集大成とも言えるでしょう。そして、その道のりは決して平坦なものではありませんでした。デビュー当初から、ナンバーアンダーラインイは常に新しいことに挑戦し続けてきました。しかし、その過程で彼らが直面した困難は少なくありませんでした。多くのアーティストが経験するように、 彼らもまた挫折や失敗を経験し、その都度立ち上がり、前進してきました。そして、その背後には常にファンの支えがあったのです。今回のライブもまた、その一つの到達点であり、ファンとの絆がさらに強固なものとなる瞬間でもありました。このように考えると、今回のライブが単なるエンターテイメントの枠を超えて、ファンとの深い絆を確認する場であったことがわかります。 ライブの冒頭映像が公開された際、多くのファンが、一瞬にしてやばいと思った、これだけで泣きそうといった感想を述べていたのも、彼らがナンバーアンダーライン愛との強い絆を感じていたからこそです。そして、その絆がライブ全体を通じてさらに深まったことは間違いありません。さらに、今回のライブは、ファンにとっても特別な意味を持っていました。特に、 コロナ禍を経て再び人々が集まることの意義を再確認する場ともなっていたのです。多くの人々が集まるアリーナで、ファンの声援を受けながらパフォーマンスを行うことができる喜び。それは、アーティストにとっても、ファンにとっても特別な瞬間であり、再びその場を共有できることのありがたさが強く感じられました。そして、その感動が全世界に配信されることで、 現地に行けなかったファンにもその熱気を届けることができたのです。最後に、このライブを通じて感じたことや考えたことを振り返ってみましょう。私たちは、エンターテインメントが持つ力について再認識することができました。それは、単に楽しませるだけでなく、人々をつなぎ、感動を共有する力です。そして、今回のライブはその力を最大限に引き出す場であり、 ファンとのの絆を深めめるたた。重要な瞬間でもありました今後もナンバーアンダーライン愛がどのように成長し、ファンとの関係を築いていくのか、そして彼らが次にどんな挑戦をするのか、期待が高まります。